はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回も、ゴーストリコン、ワイルドランズ PC 版オープンベータ、続きやっていきます。前回は人質助けてやって、その時に、ユリとポリトという、なんだその、拷問のスペシャリストの存在を知って、この二人を捕らえると。で、サブクエスト的な要素に、情報、敵の情報をね、集めて、見るっていうのもあるんだけど、ストーリーミッションが今発生してる限りではこれか。サンタブランカの輸送車を止めてマークするっていうのがあるんだけど、ここは試しに、この辺も多分敵がいて制圧できるんだろうから、情報収集してみよう。で、今いるところはここ。こんなところにいて。で、実は前回、人質を助けて、で、基地みたいなところに戻って、そこの周辺のクレートを調べてたら、スナイパーがね、ちゃんとあった。M40A5 があって、今、アサルトライフルとスナイパーライフル、ハンドガンって状態で、ただカスタマイズはまだそんなに、そんなにっていうか多分、何もないのか。何もなくて、A コックしかつけれなくて、ただ武器がね、ほんとこれ、こと細かくカスタムできるっていうのはトレーラーで見てたんで、これはね、カスタム好きにはね、たまらんだろうね。で、ちゃんとサプレッサーもついてるから、ちょっとしたスナイピングもこれでできるね。で、マップに赤点があったら、敵がいるって感じで、で、前回何度かドローンで駆使したシンクショットだけど、パークじゃないな、スキルを取得しないと、2人とか3人とか、一気に狙えないらしくて。だよ。敵がいるね。だからスキル入手しないと、一気に2、3人を一度に仕留めるってのはできないんだ。マップのあの赤い点は敵がいるっていうことでいいんだね。なんだろうな。とりあえずドローン。ドローン飛行中。ん？敵を捕あ捉。れか。地元住民の近くにいる。あ、絡まれてる、絡まれてる。待ってよ。あれなら一発で二人仕留めたいな。で、仲間に一人やってもらって。で、そこに機密情報があるっぽいな。民間人に注意しろ。間違って撃つなよ。さあ、こちらには気づいてないな。ただ民間人を撃つと危ないんだよな。とりあえずシンクショットの準備。こいつだ。配置のスク。戦闘準備完了。OK。まず2人をやろう。よし。なんかちょっと喋ってた途中だったけど、倒した。この人たちもカルテルだろうね。これが普通のフレンドとかと遊ぶコープだったらね、一緒にタイミングを合わせて撃つとか、白熱しそう。なんだこれ。しゃべった。カルテルの輸送ヘリの位置が分かった。反乱軍のために奪ってやろう。物資襲撃。物資襲撃を完了すれば大量の物資を確保できる。なんかこの辺ファークライっぽいね。物資襲撃ターゲットを見つけられる。で、このエリア、そう、これ。向こうに機密情報があるから持っていきたい。まだいるのか。こういう建物の上登れたりしないのかな。登れないか。向こうか。ちょっとみんな。集まってくれ。カルテルのメンバーが一人いる。タイヤが積まれてる付近だ。一人か。ああ、重要情報付近に結構いるな。ドローン。ターゲットを捕捉。周辺に注意しろ。ああ、いるいるいる。サブマシンガンを持ったターゲットがいる。
捕らえられてるぞ。反乱軍収容所。なんか紫の地点もあるんだけど。なんだあっち。シカリオがいる。待機場の横だ。建物内にはいないのか。二人か、じゃあここ。どっか見晴らしのいいところが。見晴らしいところがあればいいんだけどな。あの建物とか見晴らしいんじゃないか。ちょっと待ってよ。おっと、ぶしちゃった。後で反乱軍が取りに来れるように物資に目印をつけておこう。あ、危ない。待て。全然いますやん、まだ。まずい、こっち来る。バレたか？行けるぞ。ちょっとこのままこっち引こう。こっちに来るか？ターゲットはいない。繰り返す。ターゲットなし。オッケー。こっちから出てくる？戦闘準備完了。オッケー。仕留めた。問題ない。大丈夫だ。さあ、一人は仕留めたが、建物内いる？いない。このまま上行っちゃおう。いないね。オッケー、ここは最高のスナイピングポイントだ。で、この中に敵がいて、後ろの方にもいる。ちょっとバッテリーが。そこにもいる。いけるぞ。おっと、危ない。結構ね、上の方も警戒されるね。この中の敵やればよかったな。仲間狙えるか。待って、シンクショットを解除して。あ、向こうにもまたいた。あいつで5人だ。たくさんいらっしゃるな。あいつ喋ってるんじゃない、や、電話してんのか。電話してない。こいつやれる。戦闘準備完了。ターゲットロスト。ターゲットロスト、まだ準備中か。発射。やつはおしまいだ。ターゲットをマークした。合図をもらうまで待機する。バレちゃいないな。こっちやっちゃおう。 OK。 よし、まだ大丈夫だ。バレてない。さて、どうやって敵を減らしていくかな。あとは、ターゲットは捕らえた。いつでも攻撃できる。よし、やれ。やった。まだバレてない。一旦下降りて奥の方に移動しよう。今のところあと3人か。もうちょっと近くまで行こう。おっと、やつで5人だ。あれか。待て待て、こっちに来る。
いや、いるね。なかなか作り込まれてる。もう一人か。敵を捕捉。民間人の近くだ。あいつは多分殺しちゃいけないやつだもんな。捕らえないとな。ただちょっとこちらに向かってくるのがちょっと。あ、離れた。武器をスナイパーから変更。そのままこっちの建物に移動できる、できないね。され、敵に見つかるぞ。おっと危ない危ない。おっとドローン出せる。あいつをシンクショットいける。無理か、こっちを狙ってもらおう。戦闘準備完了。オッケー、スナイパーにして。あー、筋トレマンが奥に行ってしまった。ならあいつだけ。やつはおしまいだ。オッケー、あ、筋トレマン戻ってきた。奥行っちゃった。下のやつが警戒してる。オッケー、やつが怒らせちまったみたいだな。おっと、どうしたどうした。待って待て待て。わあ、たくさんいる。俺たちを探してる。静かにな。警戒してるね。くそ、こっちに向かってくる。敵を排除した。あと二人。あと一人。よし、うんっと、バレた？一がバレた。一旦これを回収しよう。しゃべっちまえ。ポリトのガレージが分かった。そこに止めてあるスポーツカーを奪うぞ。GPS が2人の居場所をつかむ手がかりになるかもしれない。ガレージね。おっとっとっと。倒した。敵がこちらに来てるね。天気悪くなってきた。まだ一人いる。どこだ？よし、よし、制圧だ。クリア。みんな大丈夫か？一箇所制圧するのもなかなか難しい。これシンクショットの早いとこ、シンクショットのスキル上げて同時射殺できるようにした方がいいな。で、情報をゲットした。スポーツカーってのはこれだ。エルポリトのスポーツカー。エルポリトの使用者の場所が分かった。うちの技術チームが GPS を解析できるように盗み出して。本当にこれ大量のミッションがあるんだね。さあ、大量のミッションもいいけどね。じゃあ道中に重要情報がまた一箇所あるから、ここ行ってみよう。で、せっかくヘリコプターがあるから、これ運転難しいんだけども、これで行こう。ライトやスイッチがたくさんあるな。行っていいぞ。いや、こうしてみるとまだ周辺に結構敵勢力と思われる
場所はあるんだけども、まあ、ベータ開催期間も限られてるんで、主要なものをなるべくやっていこう。おっとっとっと、結局紫も敵なんだあれ。ヘリでも来るか、無視しよう。静かになってきたな。俺たちが引き上げたと思ってる。あ、警戒解除されたが、前方にまたカルテルの集団がいるぞ。じゃあ紫で光ってるのがユニダットか。なんか飛行機ある。あいつで5人だ。サブマシンが思ったやつを見つけた。おお、たくさんいる。こんなもんか。うん、あのマークはなんか固めのやつか。スナイパーライフル。さてどうしようかな。これだけもう隠れる場所もないとなると、誰か一人でも倒したらバレるから、重装備を仲間に任せて。いけるぞ。一発の弾丸で二人やれればいいんだけど、どっかの部分。よし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 、重なれ重なれ。やった。ダメだった。よし、オッケー。わあ、ヒヤヒヤするめっちゃヒヤヒヤする。よくやった。片付けて先に進もう。倒した倒した。ここは物資があるな。物資いただいちゃおう。医療品か。これはこれ物資か。ガソリンか。使えちゃうものは全部いただいちゃおう。これ観光用飛行機っぽいんだけども、ほっとこう。サンタブランカの表彰メダルだ。シカリオが悲しむな。弾薬回収と。なんかスキル今割り振れる？まだ無理だね。よし、一通りアイテムも回収したから、じゃあこれでミニバス。捕まってろ。俺が運転する。ちょっとね、空をね飛ぶのは危険だ。重要情報。あっちか。あれ、これ徒歩で行けるな。徒歩で行けるな。結構近い。でしかも結構絶好のスナイピングポイントだったりする、これ。いやー、木があるから見えないな。もうちょっとどっか開けないか。敵が近くにいる。注意しろ。あそこか。ドローン。さあ、たくさんいそうだ、これは。隊長を確認。3人目の敵を確認。あれが隊長か。やつで5人だ。このドローンは敵の目に入ってもバレないものなのね。ちょっと双眼鏡も使うか。双眼鏡もね、スキルを入手すればもうちょっと倍率を上げれるらしく。もう一人か。あれ、もう一人いた。もう一人。そんなに装備は丈夫ではなさそうな気がするんだけど、やつやっていいかな。これじゃない。
やつやれそうだ。ああ動くな。仕留めた。おっと危ない。さあ二人倒した。警戒してる敵は点滅するんだね。でもう一回ドローン準備完了。こっちにもいた。あいつやろう。オッケー。あいつ死体見つけないか。ちょっと仲間。サンタブランカ。オッケー、ショット。あと5人。標高2159メートル。よし、1人離れてくれた。ちょっと敵を排除した。さてもう1人が向こうに行っちゃう。OK、 あと3人だ。シンクショットと合わせて一発で2人仕留めたい。大将シンクショット行けるぞ。タンゴダウン。オッケー、かっこいい。超かっこいい。クリア。制圧オッケー。さてここはなんだ。これ開けれる？破る。お、物資があるね。弾薬回収。装備変えれるけど何もないしな。敵から多分アイテム拾ってもサプレッサーついてないだろうから。通信機器で、これが機密情報。ユリとポリトに捕虜を送ってるユニダットの司令官に関する資料だ。そいつなら二人の居場所を知っているだろう。ユニダットの支援基地にいるようだ。捕虜を送ってるね。俺の制服に合うと思うか。この辺の情報を根こそぎ奪っちゃえばもう敵も筒抜け状態になるから、完璧な状態で戦闘に持ち込めるんじゃないの。マップ、ここはここが捕虜を送ってる場所。あ、またこれ道中だ。道中だね。よし、それじゃあ今回はここまでにして、どんどんね増えていくミッションがね道中にあるっていうのは結構ありがたいな。ユリとポリと、まこの2人をその、なんだろう、制圧するというか倒すパターンは何通りもあるのかもしれないけど、ここは流れに身を任せて道中のこの捕虜を送ってる司令官を尋問して場所を聞き出すと。聞き出せるかは分かんないけど、そういうことでやってみよう。それじゃあ今回はこんなところで。はい、ご視聴ありがとうございました。